皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。 F1 ニュースの時間です。ということで日曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日の夜のモナコグランプリの予選、感動しましたね。いや良かったです。角田選手 Q3 の最後のアタック、ほぼノーミスで完璧に決めてました。いやすごいやん、これマシン良かった。本当ポールポジション取れるんちゃうかと、いやきっと取れるはずや。本当にねそういう風に思います。さあ予選なんですけども、無事に終わったわけではありませんでした。本日朝に公開させていただきましたこちら、ハース F1 チームがモナコグランプリ予選でまさかの2台同時失格。原因は新型リアウィングの規定違反ということなんですけども、まあ、詳しくお話しさせていただいたこちらの動画、朝からたくさんの皆様にご視聴いただきまして本当にありがとうございます。また皆さんのいろんなコメントもいただきまして、勉強になっております。ありがとうございます。いや確かにコメント欄でもいただいた通り、まあ、失格になったのに決勝出れるってどういうことやねんとか、 F1 という天才たちが世界から集まってくるようなところで伝えていなかったなんてことはありえないとか、本当にね確かになと思うようなコメントをたくさんいただきまして本当にありがとうございます。コメント欄は本当に勉強になりますので、ぜひご視聴の皆さんもね一緒にコメントをいっぱい読んでいただけると非常に嬉しいです。それでは早速簡単に昨日のモナコグランプリの予選を振り返っていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。ルクレール、フェルスタッペンの連続ポール記録に終止符。角田選手は3戦連続 Q3、 ハース失格。 F1 モナコグランプリ2024ということで、2024年シーズンの世界選手権第8戦モナコグランプリ予選、モンテカルロ市街地コースで行われまして、地元出身のルクレールがポールポジションを獲得しました。おめでとうございます。ルクレール3度目の正直なるかというところですね。ポールポジション、いや本当にルクレールはいろいろ悲運な目に遭ってきました。今日ぐらいは報われてほしい。本当にね、母国グランプリでモナコウィナー最高じゃありませんか。モナコマイスターの称号を挙げてください。いや本当にね決勝楽しみです。そして我らが角田裕毅選手は8番手記録、おめでとうございます。もっともっとおめでとうございます。ごめんねルクレール、ごめんね。はい、角田選手おめでとう。いや素晴らしいですね、本当に良かった。もう週末を通してずっと競争力を発揮してきましたもんね。フェルスタッペンは史上最多となる9連続ポール、開幕8連続ポール記録がかかっていました。起死回生を目指して限界までプッシュした結果、ターン1でなんと壁に接触、実質的にポジションを4つも落としてしまいまして、昨年のアメリカグランプリ以来となる6番手になってしまいました。フェルスタッペンが6番手っていうだけで何があったみたいな感じになりますよね。よくね F1 って決勝だけ見る人もいるんですけども、それだったらねなぜこういう風になったかっていうのわからないんですよね。フェルスタッペンがいきなり6番ってなってたら、え予選で何があったみたいな、何かあったんだろうかっていう風に気になるんですよ。で予選でめちゃくちゃいい成績取ってたり、予選でとんでもない成績出してたりすると、フリー走行 1,2,3 で何かあったん、そういう風に疑問に思うわけなんですよね。そういう点を考えると F1 というのは FP1 から見ると決勝までの流れが全て把握できるので、決勝がより楽しく感じられるんですね。なので F1 は FP1 から見ることをお勧めします。え当たり前やないかって、言われんでもわかるわって、大変失礼いたしました。そして角田選手とは違って両雄ダニエル・リカルド13番手でまさかの Q2 敗退ということで、まあ、角田選手は順当に Q3 に駒を進めてアルボンを抑えて8番グリッドを確保したんですけども、いやリカルドどうしたんでしょうかね、残念ですよね。しかも13番手ですよ。まあこれは後にグリッド変更がありまして12番手からのスタートとなるんで、なんとかね奇跡が起きてポイント圏内に行ってほしいなと思います。そしてここからは角田選手の特集でございます。まずは Q3 進出3戦連続です。おめでとうございます。いやよかった。いやもう本当にね、なんか最近心配っていう感じがないですよね。おまけになんか8番手で悔しいって思うようになってきましたね。去年が9番手スタートだったんですよね。だからまあ今年は7番手6番手ぐらいからいけるんじゃないのかなと思ったけど、でも今の RB のマシンでねここまで綺麗にまとめ上げれるっていうのは角田選手だけだと思うんで、本当に素晴らしい。さあそれではまずこちらをご覧ください。角田裕毅ライバル反撃の激戦に苦笑、 Q2 突破も楽じゃなかった、 Q3 進出数でペレスに並ぶということで、いやペレスに並んじゃいました、おめでとうございます。いやということで、まずこれペレス大丈夫かペレスというところで、いきなり話それてペレスになりますけども、ペレスね実はこんなことがあったそうなんですね。セルジオペレス Q1 敗退はステッカーとトラフィックのせいと主張。例年通り Q1 のモンテカルロは至る所にトラフィックが発生。
ペレスはコース上の混雑に加え、ドライバーがバリアに接触することで剥がれ落ちた広告バナーがコース上に飛び散っていたことで、自身のラップが台無しになったと感じています。ターン6と7でひどいトラフィックに遭遇し、続くターン8のエイペックスにステッカーが散らばっていたため、それを避けなきゃならず、ひどいありさまだったと振り返ったそうです。その結果としてコンマ数秒を失ってしまい、それがなければ Q1 突破は十分だったと語っています。これに関してはもう一人実は被害者がいまして、こちらをご覧ください。モナコの壊滅的な広告バナー問題、 F1 で起きてはならないこと、マクラーレンとノリスが批判ということで、このノリスも実はこの広告バナーの被害に遭っていました。ノリスはプールサイドセクションを抜けた際に壁から剥がれ落ちた広告バナーが車に引っかかってしまったことでラップを中断せざるを得ず Q1 敗退の危機に直面したと。これちょうど国際映像を見ているときになぜかピットに入ったんで、これ壁接触して修理に戻るかなっていう感じでみんなで言ってたんですよね。でもその後普通にタイム出してたんで、結局何やったんと思ったんですけども、まさかこの広告バナーを撮っていたんですね。これ車に引っかかって、これは知らなかったですね。そして本日注目していただきたいんですが、今回の問題に関して FIA 日曜のレース、本日の決勝レースでは脱落した箇所に再びバナーが掲げられることはありません。いくつかのエリアでは完全に広告が撤去される見通しだということで、まああまりそういったところまで注目して見ることはないですけども、あるところで広告が消えているということになります。それでは角田選手のニュースに戻りましょう。モナコグランプリの予選で8番手を記録した角田裕毅選手はライバル勢の巻き返しにより予想をはるかに超える激戦だったが、満足のいく走りができたとして決勝でのさらなるポジションアップに意欲を示しました。自分の走りに満足しているかと問われた角田選手はもちろんですと答えた後、思っていたよりもはるかに厳しい予選でしたと苦笑いを浮かべました。多くのライバルがペースを上げてきたので Q3 に進むのも楽ではありませんでした。それでも車から数ミリ秒を絞り出して8番手につけることができました。結果としては良かったと思います。今週末の RB も絶好調でしたね。実は金曜日のこの V カーブ01のロングランペースというのはレッドブル、フェラーリ、マクラーレンに次ぐトップ4水準だったんですね。決勝に向けてどのような見通しを持っているんでしょうか。ロングランペースがかなり良かったのでそれを最大限に活用しようと思います。もちろんオーバーテイクは難しいですが、何が起こるか分かりません。パフォーマンスを引き出すことに集中して明日もいいペースをキープしていきたいと思います。いいですね、このロングランペースがいいっていうのは決勝最大の強みですからね。決勝には一発の速さは必要ありません。このロングランペースというのが良ければ後ろからオーバーテイクされることもないし、前のマシンにしっかりついていくことができます。しかも今回はなかなか抜けないモンテカルロ、 DRS はホームストレートのたった一箇所ということで、前のマシンにしっかりついていけば後ろからオーバーテイクされることはほとんどないかと。おまけに後続を DRS 圏外に持っていくと、もうほぼほぼ逃げ切りができるというコースなので、なんとしてでも8番手を死守、もしくは6番手フィニッシュぐらいしていただいてもいいんですよ。もちろんね、ハースとの差を一気に広げたいな、そうしたいな、ほんとな、うん、こういう時がチャンス。そしてアストンマーティンのアロンソと、あともう一人なんかいましたよね、それよりもはるかに上でフィニッシュしてね。アストンマーティン今回ポイント取れないと思うから、角田選手が6番手、7番手、8番手を取ったらアストンマーティンとコンストラクターズランキング一気にポイント差縮まるから。さあということで決勝レース、日本時間の5月26日日曜日の本日22時、フォーメーションラップが開始され、1周 3340m のモンテカルロ市街地コースを78周することでチャンピオンシップを争います。果たしてルクレールはポールトゥーウィン、史上初の母国グランプリによるモナコウィナーとなることができるのか。そしてカルロス・サインズの運命や、ピアストリ・マクラーレンは最速のマクラーレンでダブル表彰台獲得になるのか。いや、わかりませんね、どうなるのか。あとは角田選手、リカルド選手ともに頑張ってダブル入賞を目指してください。何が起こるかわかりません。リカルド諦めるなよ、トップ10いけるからな、諦めるなよ。ただ一番気をつけてほしいのはスタート直後の第1コーナー、モナコはここなんです。モナコはスタート直後のあの緩やかな第1コーナーです。ゲームでもよくやるんですよ、あそこ突っ込むんですわ、ほんとね。あそこで一気に多重クラッシュ起きるんですわ、ほんと。それが起きると、しかも巻き込まれてしまうともうレース終了になってしまいますんで、なんとかそこだけです、それだけです。どうか無事に、どうか皆さん無事にレースを完走していただきたい、それが私の思いであります。それでは皆さん、本日の決勝皆さんと一緒に応援したいと思います。
それでは決勝まで素敵な日曜日をお過ごしください。サザエさん症候群にはならないでくださいね。ということで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。